点決めたのがジェジェウだからね。で今まであれでしょ、フロンターレコロナもいろいろ陽性者続出してた中で非常事態で、でなんとか今日までね乗り越えてやってきたわけでしょ。まあ、それもあるんだけれども、その点決めた選手がジェジェウだから感動が強烈でしたね。ものすごい感動を生んだ。これはそうそうないですよ。アディショナルタイム9分とかでしょ。99分公式記録上で怪我明けでしょ、長期離脱、去年の秋ぐらいから8ヶ月から9ヶ月ぐらいかな不在で、ようやく7月のパリ・サルジェルマン戦で戻ってきて、で復帰2試合か3、4試合目ぐらいでしょ。やばいからすごいよ本当。みんな泣いたでしょ。うん、もうハンカチ濡らして帰ってきてまででしょうね。もう鼻水もどん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 垂れまくってね、え、ティッシュとハンカチが何枚いるか、はあ、いや今日見に行った人たちめちゃくちゃ運いいっすよ、うん、そうそうないっすよマジで。こんなことありますかっていう。ねえ、アキさんが右サイドからクロスを上げるわけですよ。で、ジェジェウがね、空中戦競り勝って、ヘディングで落として、で、まあ、一回ゴールポストに当たって、帰るという。最後の方あれ攻撃参加したんだよね、ジェジェ、まあ、ダミアンが下がったからその代わりに山村選手が出て、で山村選手が多分センターバック、まあ、最初フォワードとかだったんだけど最後後ろ回ってジェジェが前入ってね、ジェジェ攻撃参加、まあ、多分ね意図としてはジェジェはねやっぱスピードもあるしね、ヘディングも強いし、あとフィジカルも強いからね、パワープレーっていうところでやっぱり迫力あるよね、やっぱ外国人選手の方が、うん、そこで多分攻撃参加させたんでしょうね。これでまあでもね、足つったんだよね、ジェジェウ。途中で。だから、そのまま前線に、後ろ下がんないで前にいたっていう。ジェジェウずっと後ろ戻んなかったらね、マイナス攻めたらもう一発でやられるからね。だから山村後ろにいてジェジェウ、まあ足つってはいるけど、まあ前にいた方がまだマシっちゃマシでね、え、まあ足はつったんだけれどもそれを忘れさせるようなねヘディングっていう、
回左ポスト叩いたけどゴールの中に入ったっていう。いやなんなの本当。てか心配だけどね、怪我明けで足つった状態でって大丈夫だといいんですけど。ジェジエル選手のコメント、正直まあ試合終了間際全身がつっているような状態が続いていたと。フロンターレしい形が出せたと。チーム全員が最後まで諦めずに戦ったことで勝利がもたらされたという。本当執念だよね、諦めない気持ちだよね。優勝へ向かっていく強い気持ち、勝負強さっていうか本当執念ですね。いや見事だよ。なんかジェジエがね攻撃参加するとどちらかというとね、あれね、フィジカルで圧倒する系の選手になりますね。まあパトリックとかさ、ガンバので昔いたオルンガみたいな、ああいう感じっすよね。オルガンになってる。ちょっとなんでオルガンで繰り返し書いちゃうんだろう。ねえ、ほんとオルンガとかパトリックみたいな感じでしたね、今日の得点。彷彿させるような。ジェジェフォワードできますよっていう。何かあった時もフォワードやらせばいいんだよねえ今日みたいに後ろは山村いるからねえ。まあ山村も前はできるんだけどね、まあ、今回はね、まあ、バシつったっていうのもあるから前にいたっていうのもあるかと思いますが、いや本当すごいよ。そんなそうそうないっすよ。ちょっとびっくりしましたね、ほんとジェジエウ決めたんだって、ここでジェジエウなのっていう。結構ねやっぱりフロンターレのねここ数年の中で歴史に残るような試合だったと思いますね、うん、これは本当にすごい感動ですね。